皆さんこんばんは、フールズメイトチャンネルです。今晩のゲストはディップから、山地和秀さんです。よろしくお願いします。お願いしますそんなこじんまりしなくて大丈夫です。いやそんな、はい。でところでですね、去年、12月に、久しぶりの、ニューフルアルバム、出されまして、どうですか、手応え的には現状、年明けで。手応えとは？いや、皆さんの反応とか。まあ、割と。だってライブでも やってきてるんでしょ、もう。数回ね。あ、これ、ジャケット出てますね。そういう、こう、ライブでの反応とかどうですか？結構ね、地方はね、ワーワー言ってくれてね。あ、そう。すごい楽しかったね。ワーワー言ってくれてる。あ、そう。そんなね、昔からしたらもう、ワーワー言ってくれて、本当にありがたいですよ。あ、そうですか。いや、昔はワーワーとかワーキャーじゃないですか、ワーキャー。いや、あのね、前やってたディップ・ザ・フラップの頃はね、ワンマンやって何百人も入ってんのに、すっごい静かで。ああ、なるほど。なんか、カツレとかディップ・ザ・フラップとか、みんなそういうバンドを見るのは、そういうマナーだと思ってるみたい。ああ、もう、沈み込んでこう。そう思ってたみたいで。はい、あ、なるほどね。そうするとこっちもどんどん暗くなってくるみたいな感じでまあね、そんなこんなでもうバンドとしては32年目で、でなんと昨年その出された、ホローギャローという、まあ、作品名なんですけど、これがなんと9年ぶりで14作目のアルバムということで。そうです。9年って結構長いですよね。長いですね。いつまいかね、経っちゃいましたね。なんでこんなにかかりましたんですか。まあ一言で言えば面倒くさいっていうことしかなくて。え、何が。いや、もう全てが、リップをやるのも面倒くさいし。あ、バンド活動自体に。まあ、やってて一番楽しい、一番快楽が大きいバンドではあるんだけど。そのため、そこに到達するまでのいろんなことがすっごい面倒くさいっていう。はあ。いや、でもそれは、なんていうんですか、いろんなスタッフ周りの方々の力とか、お世話になったりとか。いや、多分前のアルバムが出て、それで、まだその当時のマネージャーはいて、で次のアルバムへのデモも何曲か撮っていて、でもだんだんそのマネージャーとやりたい感じが変わってきて、でその人とお別れして、そうすると今度は自分でやることになって、まあセルフってことですね。そうそう、でいつもアルバムを作ってる時にプロデュース的なことをしてくれた、石塚っていう、はいはい、ベラさんそう、はい、が亡くなってしまったのもあり、そうなるともう完全一人で。あ、なるほど。つまり、まあ、バンド活動、まあ、制作環境も含めたバンド活動環境みたいなものが一回なんかもうリセットされちゃったような感じ。そうになってたってことですか。簡単に言うとそう。でもライブの企画も全部自分でするようになって、でもそれはそれで自分でやるから全部見えるから、すごいスッキリしてていいんだけど、まあでも自分が動かない限りは何も動かないって感じ。まあそうですね、事務的なことも結構いろいろありますからね、こうライブやるにしても。なるほどね、それはまあね。そうそう。で、リリースなんていうのは、今までリップとか、自分でリリースしたいって出したことは多分ほぼなくて。あ、そうなの？そろそろ出そうかみたいなの。メジャーの頃も。レコード会社に東芝 EMI に言われたり、1年、何年で何枚出すみたいなのとかあったし。あ、まあ契約はね、そうそう、あるでしょうから、
うん、そういう締め切りがなくなってしまったから、あ、うん、締め切りがないとやっぱりもう永遠にサボり続けるからですよね。夏休みもずっと夏休みになると宿題がないからね。だから8月31日が来たんだね。ああ、なるほどね、うん、どうでしたか、うん、とはいえども今回のこの新作がまあ12曲入ってるわけですけども、うん、曲作り的なことはじゃあこの9年間でいろいろこうコツコツとやってきた部分で曲は作っていいの？曲はもういくらでもできるから。いくらでもできるんだ。できるできる。あ、うん、あ、そういうもんなんですか。そういうもんじゃない。それ、ま、昔からそうだったっけ。うん、型だ、なんつうの、曲に曲の断片ね、うんうんうん、例えばギターのリフとか、はいはいはい、そういうのはいくらでもできるけど、うん、何でも何ていうか創作物ってのはそうだと思うけど、形に仕上げるっていうのが一番苦痛というか、うん、まあ、大変だ、ね、そうそうそう、うん、そこに至らないというかね。なるほどね。今回はじゃあそのいろんなもうすぐにできちゃうそのマテリアル的なものをどっかの時点できっちりそのうん、曲ごとに落とし込んでったわけですよね、うんうん、それはじゃあ去年 1,2 年ぐらい前あたりからって感じなんですか。アルバムの半分ぐらいの曲はできてて、うん、だからその9年間をかけて、うん、多分完成させてたんだろうね。なるほど。であと半分は、うん、その断片を、うん、音源をいろいろ聞き返して、うん、1月2月ぐらいで作ったんだね、うん、作り上げたね、うん、あのまあ何回か通しで聞かさせてはもらいましたが、あ、まあいい出来ですね。素晴らしいですね。で、あと面白いなと思ったのが、なんかこうジャストディップって感じで、ディップのいろんな面が、そうそうそう、一枚もかなりね濃密に凝縮されてるような感じを受けたんですね、うんうん、一通り入れたいみたいな感じがあった。ああ、やっぱり、うん、そうするとあの曲数になってしまったんだね。なるほどね。だからまあざっくりとした言い方になっちゃうんですけど、前半は結構ね、なんつったらいいかな、もう懐かしのハンマービート系な、うんうん、と言うべきか、それともポストロック的というべきか、うん、な感じで結構インスト中心でこう流れるようにきまして、うんうんうん、後半から割とね歌物のこう、そうね、バリエーションがこう結構出てきて、うん、自分は歌わなくてもいいんだけどね。いや、ダメでしょ。歌わなかったらダメでしょ。やっぱ歌入れろみたいな、それはそうでしょ。うん、まあ面白かったな、まあ、これちょっと言葉遊びだと思うんですけど、ニック・ドレイクですかね。そう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 、そういうの好き、そういうの好きなんですよ、うん、これは面白かったですね、うん、でゲストがですね、うん、一番驚いたのがフリクションのレックさんが参加、2曲に参加してるっていうのはこれがびっくりしたんですけども、うん、まあもちろんまあバンドを30年以上やってればね、どこかでこう下北界隈でなのでどこかで接点は当然終わりだとは思うんですけど、レックスはそんな全然下北来ないけどね。俺も下北行かないけど。ああ、そうですか。あの小野島大っていう、はいはい、音楽ライターの人がいて、はい、その人の50歳か55歳か還暦か忘れたけど、還暦は60ですね、うん、の誕生日ライブってのがあって、はい、で誕生日だから小野島さんちょっとわがまま言いたいみたいな感じで、はい、レックさんを引っ張り出してきて、はい、そこで俺が、うん、俺と一緒にやったのね。俺がレックさんと初めてなんだ。そう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 。へ、何をやったんですかそこ。フリクションの曲やったりね、地面編の曲やったりしたの。おー、うん、でその時はレックさんはベースじゃなくて
え、ベースベース。ベースだよね。俺ギターで。うん、で、そこから話すようになって、たまにメールしたりとか会ったりとかして、うん、で、ちょっとスタジオもたまに入ったりして、セッションしたりして。あ、そう、うん、そういうのがまあ、とびとびでずっと続いていて、うん、それで今回アルバム作りにあたり、うん、レックさんがなんか、どっかワウ最近ワウギターを弾きたいから、うん、なんか仕事ないかって誰かに言ったそうで、でそれが俺のとこに来て、あ、じゃあレックスさんちょうどいいから誘っちゃうとか思って、メールして、レックさんがワウギターを弾きたいって言ったんだ、しかもファンキーのね。でも結局実際はレコーディングの時は、うん、レックさんのワウは壊れてて。おまけにギターも壊れてて、俺の持ってるストラットを渡して、ああそうなんですか。でも結果的にすごいフュクション的なギターを入れてもらえて、そうですね、うん、すごい良かった。確かに、うん、ワウ壊れて良かったよって、そうですね、昔からやっぱギターにはすごいこだわりを感じさせる方でしたんで、もともとギタリストだもんね。あ、そうか、そうか。フリクションの前3分の3っていうバンドやってた。あの時は結構地面変っぽかったじゃないかな。そうそう、一時期あのリビングカラーのバーノンリードがいいな、いいな、ああ、とおっしゃってたってことがありましたけどね。うん、なるほどね。そうですか。そうそう。そのセッションで、だからこの、ホローギャローで弾いてもらう前に、うん、そのレックさんとセッションに入ったっていうのは、そこではどんなことをしたんですか。本当何も決めずに、うん、即興ドラムを誘ったりとかして、うん、で一回はあのモンサム・トンベンダーのイサムを誘って3人で入ってみたりとか、お他にもなんか 1,2 回あったような気もするけど、その小野島さんの時は、あの元 DMBQ の吉森由佳が叩いたりとかして、うん、すごいね。なるほど、うん、でところでこのホローギャローってのはこれ造語、うん、なんかこれ直訳すると、うんうん、中空の高主題とかって、そうそうそう、音訳が出るんだけど、そうそうそう、もう何のこっちゃいって感じなんだけど、うん、でこのジャケットのこうこれね、よくわかんない、絵柄、ええ、うん、地球儀の原型みたいな、うん、そうね、はい、うん、これもよくわかってないんだけどね。そうなんですか、うん、まあ、ホローギャロってのはあのみんなわかると思うんだけど、うん、ノイのハローガロから、なるほどね、うん、あ、そっかそっか、もじったみたいな感じで、うん、で1曲目がクラウトイーターだしね、うんうんうん、もうモードはそういうモードですかと。そう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 、ね、クラウトイーターもうでも 7,8 年前に作った曲だけどね。あ、そうなんだ。ベルリンで作ったんですよ。おお、うん、なんか泊まったホテルがギター貸してくれるホテルで、はい、ギター貸してくれた。あ、そう。そう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 。あ、それで借りたギターで作った。そう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 。面白いね。アンプも貸してくれて。じゃあもう音鳴らし放題なんだ。いや、そんなデカウト出したら怒られると思うけど。あ、そう。うん。で、そこで作って、これ曲名何しようとか思って、やっぱ、うん、ザワークラウトでしようと思って、うん、で、クラウトギターですね。あ、なるほどね。うん、どっちかっつったら、でも昔はさ、トンバーレイン色っていうかさ、うんうんうん、そっちの方が強いのかなと思ってたんだけど、そのジャーマン系にシフト してきたっていうのは、なんかこう活動を重ねるごとにっていうか、年齢重ねるごとになんかじわっとくるものがあったんでしょうかね。多分、テレビジョンにしても、うん、マーキームーンでもいいんだけど、うん、
まあ、それであとベルベットアンダーグラウンドもあるけど、うん、あるフレーズを延々と繰り返してその中でこう欲求をつけていくっていうのがすごい自分の中で好きだったんだね、うん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 、それである時カンを聞いて、うん、そういう繰り返しのループ的なものには、うん、はまるっていう感覚を覚えて、うんうん、なるほどね。そっから徐々にじゃないかね。あ、そう、うんうん、例えばさソニックユースとかさ、うん、あとはなんだろうなトータスとかさ、うん、まあ同時代ったら同時代じゃないですか。まあ、同時代というか、まあ、ソニックユースの方がちょっと古いかリップよりでもほぼ同時代だね。まあ時代で言えばね、存在は全然違いますけど。そういう人たちっていうかそういうシーンってあったじゃない。うんうん、まあ、今でもあるのかもしれないけど、うん、解散しちゃったからね。いわゆるだからああいうギターサウンドっていうのってどうだったの。なんか刺激とかはやっぱりソニックユース受けましたか。ソニックユースですか、うん、でもジャーマンに回帰したわけだよね。70年代だよね。だからね、自分最近の人はそうだと思うけど、うん、最近の人は YouTube で、うん、今の音楽も古い音楽も全部なるほど並列っていうか同列でしょ、うん、時代関係ないでしょ、うん、で俺は誰かんち行ったりとかどっか行ったりとかしてたまたまかかってた音楽気に入ってこれ何みたいな感じで知っていくのが多いから、うん、あんまりこう体型とか流れで聞いてないから。なるほど、うん、であんま自分の中では最新の音楽だったりするんだよね、その時その時でね。あ、そういう意味ね。うんうん、で回帰したわけじゃなくて当時聞いてなかったからね。なるほどね。あ、そっか、うん、当時は多分退屈だと思ってたね。まあそうだね。うん、なるほどね。で、まあそのフレーズであるとかその素材的なもの断片的なものはもう割とホイ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 できちゃうっていうお話ですけど、できるできる。最後その形にするときって結局バンドに落とし込まないといけないわけですよね。そこがやっぱり結構大変なわけですか。そう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 。そのベースにしてもドラムにしても、うん、その人たちのこのやれる世界というか。うん、そこからあんまり外れると、うん、うまくいかないしね、うん、そこは難しいんですよ。ただ永田さんにしろ中西さんにしろもう長年の連れじゃなわけじゃないですか、うんうん、だからほとんどあうんの呼吸みたいなところでそうね、始まっちゃえばね、うんうん、やっぱそうなんね、うん、なとこも多いですね、うん、でどんどんアレンジが変わっていくことも多いし、ああ、うん、なるほど、うん、まあ3ピースって最小単位だからね、うんうん、結構の意見がやっぱり結構大きく広がるだろうね。あ、一人の、うん、うんうん、歌詞はさ、うん、まあ俺歌わなくちゃいけないからさとかおっしゃってましたけど、ですよ。でも歌詞はやっぱり作るわけじゃないですか。そうなのよ。より意図的にやっぱりなるわけじゃないですか、歌に対して。そうね。ね。で昔からもう限りなく鼻歌に近いようなボーカリゼーション。うんうん。とにかくもさりげない、うんうん、あの歌い方、うん、まあ、そこがいいんですけど、うんうん、なるほど、でそれでまあずっと来てるじゃないですか歌い方って、うん、そんな突然シャウトしたりとかさ、あ、最近シャウトもしてるよ。あ、してるの？曲によっては。あ、そう、うんうん、ライブとかで。そう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 。あ、そう、うん、それはびっくり、うんうん、じゃあ前より全然
意識的になってるってことじゃないですか、ボーカルに対して。そうで、素材としてはここはシャウトが合うと思ったらシャウトせざるを得ないよね。なんか全部イヤイヤかよみたいな。いやいやいや。そう、面白いね。でもね、詩はどうやって作るんですか。もう適当ですよ。だから英語の韻と日本語とっていうので、うんうん、あ、それも多いね。なんかだからこう英語っぽく聞こえる歌い方の人じゃないですか。桑田佳祐と、圭介とはまた別の、ね、全然違いね。ますね。まあ、あの人はまあそれもね。でもね、あの人がね、オーソリティですけど、前ねテレビで見たね、なんかビートルズのカバーをやってた番組があって、はいはいはい、それは最高でしたね。ビートルズの曲しかやんないの？ビートルズの曲をやって、ビートルズの歌詞の英語の歌詞に載せ、はい、発音に似せて、はい、安倍政権を延々とこう、あ、そうなんだ、批判するやつがあったんで、あれはすごい上手いなと思って。意図的な空耳アワーみたいな感じなんだ。そうそうそう。面白いね。あれ楽しかった。まあ桑田さんは結構コミックバンドにも造形深い方ですからね。そうですね。歌詞は大体だからね、なんか見てたりとかして会話してたりとかして残った言葉を書き留めて、それがいつの間にかまとまっていくパターンかな。一応書き溜めてはあるというか。あ、しわしで、じゃあなんか思いついたら書き留めておく。あるあるある。あ、そうなんだ。昔はノートに書いて、今はもうパソコンとかに書いて入れてしまうけど、うんうん、で曲ができたっつって歌詞つけようっつって、それを見返して合いそうなのを、うん、あ、なるほど、つけていくことが多いかな。データベースならぬ歌詞ベースがあって、そうそうそう、うん、多少でマッチングさせていくんだ。そうそう、面白いね、うん、そういうところはちょっとデジタルな感覚ですよね。そうかね、うん、で、まあ昨年4本ツアーやられたわけですね。ツアーで4本ライブやられた、ね、ああ、そうそう、4箇所ね、うん、で、さらに追加公演っていうのが、ああ、追加っていうかね、考えたら東京で3人でやってないわと思って。あ、そうなの。クワトロの時はあの、うん、ゲスト入れたでしょ、3人。あ、そうなんだ。そう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 。ツアーは3人でやったけど、うん、リリース1個3人でライブやってないわと思って。ああ、そうなんだ。で、しようと思って。で、フライヤー画像出ますでしょうね。あ、こちらですね。うん、3月25日、うん、これはワンマンですか、うん、はい、じゃあここで3人で、うん、都内でやるっていう、うん、アルバムの曲中心に。なるほど、うん、でも4ヶ月も経つから、うん、もうちょっと進化していくかもね。そうだよね、うん、やっぱり体にどん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 、うん、馴染んで来て、うん、でちょっと間が空いてっていう、うんうん、ギターの鳴らし方もちょっと変えたんで。あ、そうなんですか、うん、どういう風に鳴らし方って。エフェクターを変えた。エフェクター変えたんですよ。あの山地さんのエフェクターはなんだろうな、ものすごいアナログにつなげてやってますよね。そうね、これ一直線に ね、要するにあのなんかユニットっつって、なんかボン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 、なんかこう段になってる人とかもいるじゃないですか、エフェクターが2列ぐらいになってね。そう、なんかステレオのなんかアンプみたいな。あああああああ
ラック？そう、あ、そうそうそう、ラックっていうのか。ラックは最近いないんじゃない？あ、いないの？後ろにでっかくでしょ？そう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 。どっちかっていうと最近はもうボードにこうでっかい、はいはい、もう畳ぐらいのボードに組んで、はいはいはい、で音痩せとかノイズとか入んないようにこうスイッチャーっていうのをかまして、ああそう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 、うん、あれはつなげる順番とかで全然変わるんですか？もう全然違う、あ、うん、全然違う。じゃああれ個数が増えれば増えるほど組み合わせが増えるから、そうね、その見つける自分の好みっていうか、これを出したいんだってのをアジャストするまで結構試行錯誤しそうですね。そう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 、まあ、それに9年かかったとも言ってもいいかもというわけでですね、はい、ね、あっという間に前半戦が本当だ、意外と来ちまいましたよ。意外とまだね、これ聞かなきゃいけないことあるので、はい、後半では、まあ、キャニス話ですか、ね、これもちょっとぜひこれ聞かないと。後半有料ですか？これ有料ですよ。おいくらですか？月額税込み330円です。入って、うん、1ヶ月でやめちゃうこともできるわけですか？全然できますということなんで、はい、というわけで、とりあえず前半はこんな感じで締めさせていただきたいと思います、はい、引き続き後半、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、八代亜紀さんのバッグも聞かれた話とかね。そうですね、はい、というわけで皆さん後半でまたよろしくお願いします。